回紹介するのはこちらですね、ロックポートのビジネスシューズ、トータルモーション PS3 ポンテスですね。はい、ロックポートって言われているブランドのビジネスシューズになります。スリッポンタイプですね。はい、ロックポート自体はですね、割とこう日本人の足に合ったバンビロコータカのシューズを作ってるんですけども、私も割とバンビロコータカなんで、ロックポートはすごく履きやすくていいんですけども、ちょっとね、今まで数年ぐらい前かな、デザインがちょっとおじさん臭かったんですけど、ここ最近ですね、こうグッとスタイリッシュなものが出始めてですね、私結構履いてるんですよ。でこれ黒なんですけども、とても履き心地が良くて、履きやすいです。はい、でサイズがですね、これ私27センチなんですけども、で普段バッシュとかそういうスニーカーとか 27.5 履いてるんですけど、これちょっとね、気持ち大きめ買ったんです。なので普通に履きたい方は、26.5、1センチ下げですかね、普通のビジネスニーカーなんかの、これ買った方がいいと思います。私ねちょっとね、インソールをちょっと厚めのを入れたかったんで、ちょっとワンハーフサイズ大きめにしました。はい、こんなですね、ソールはこの滑り止めとか、この分かりますかね、このゴムの感じ、とっても履きやすいですね。でインソールをちょっと見せましょうか。こう取ったのがあるんですけど、肩としてこういうソールがついてるんですね。こういうで割とこうしっかりとしたソール、インソールっていうんですかね、がついてます。こういうかかとのところにね、土踏まずのところについたりとか、とってもクッション性です。ただこれはポリウレタっていうかウレタンなんで、へたってきてしまうので、割としっかりしたインソールを入れてあげたりするといいかもしれませんね。はい、でお値段がですね、査定してるのが2017年の7月なんですけども、最近ちょっとビジネスシューズばっかり撮ってるんですけど、Amazon さんで、セールになってますかね、17,280円ですかね。はい、とてもお買い得になっていると思いますね。はい、でこうソールはこんな感じですね。はい、でここのね、ここのデザインが私好きに入ったんですよ。ドット柄っていうか、なんていうんですかね。であとここの履き口のところ のふわふわ感っていうか、かかとのところのこのね、擦れない感じ、とってもいいです。あとこの甲のところもね、非常にこう柔らかい感じで、革はいいですよ、とっても柔らかいですね。以前アシックスのね、ランウォークを紹介したんですけども、ちょっとあれだとお値段がいってしまうので、1万円台で済ませたいなって方は、このロックポート、バンビロコーダーの方ですね、ロックポートとってもおすすめです。はい、私も数足持ってますけども、そうですね、今アシックスとロックポートしかビジネスシューズは持ってないですね。はい、概要欄の方に、商品リンク貼っときますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみていかがでしょうか。タイプも色も様々ありますので、興味のある方はネットサーフィンしてみていかがでしょうか。はい、今回ですね、ロックポートのビジネスシューズ、トータルモーション PS3 本の紹介動画でした。以上です。バイバイ。